あ、こんばんは。ディナーの役は金田です。日本ハム、オリックスのターメイプレイヤー、坂木原亮さんのすごさを言います。スライダーや、シュートボール、本当に変化球を多彩に投げるピッチャーでございますね。はい。日本ハム時代、ルーキーイヤーはあんまり出てないが、その2年目になんと、30試合以上出場し、なんと、2桁10勝をマークし、新人王、ゴールデンルーキー賞を獲得したそうです。その後、2011年は60試合以上中継ぎ奮闘しましたが、その後、怪我とかがあってあまり出れず、オリックス2席しかもあまり出れないため、まあ、NPB から離れた選手でございます。いやー、坂木原亮投手はほんまにね、打ち悪いピッチャーでございますね。はい、以上です。バイバイ。